半元連は、新末民発の教育者、政治家。新末は、偏方派の一員として活動し、中華民国成立後は、北京政府で、教育総長を務めたことで知られる。字は静尾。はじめは、塾教師であった。1898年、八年、湖南ュンブ宝ン・が創設した、事務学堂に学ぶ。当時、両警長が総教習であり、その文化生として、 半元蓮は進学に親しみ、返邦思想を抱くことになる。後日の政変後、半も関係に追われることとなる。東西常と共に、上海へ逃れ、南洋工学で学んだ。1900年、両慶長らが横浜で開いた大道学校に、西津原と共に入学した。後に、東京高等師範学校に進学している。同年が秋、党の決起計画に加わるため、 調査に一時戻った。しかし、ことが漏れで、党が逮捕されたため、再び、日本に戻り、法政大学で学んだ。1904年、半元連は帰国し、留学事業に携わった。その翌年からは新庁が創設した学部で、学職を歴任し、学生の整備など様々な教育事業の事務に取り組んでいる。中華民国成立後は、 反元連は、両傾聴派として、天津で、国民共振会の設立に奔走する。1912年3月、同会の正式な設立とともにその上無幹事となった。5月、国民共振会が、他の結社と合併して、共和党が組織されると、反はその幹事となる。翌年5月に、共和、民主、統一三党合併により新歩党が成立すると、これにも参加している。 ハン・ゲン・レンは、北京政府初代教育総長、蔡・ゲンバイの下で、教育部次長に就任している。蔡と共に新式教育のための改革推進、蒸気整備に邁進した。この二人により、普通教育弁法などの蒸気が制定されている。蔡はわずか3月で、内閣総理、当商議と共に辞職に追い込まれたが、公認の陸印首相内閣で、ハンが、 公認の教育総長に就任した。藩は改革をさらに推し進め、学生令、小学校令、市範学校令、女子中学小邸大学令、専門学校令など一連の蒸気を整備し、中華民国における近代教育の幕開けを導いた。1913年2月、藩元年は病のため教育総長を辞任する。同年が秋、上海に赴いて、 中華諸局編集長に就任した。ここでも、藩は教育分野を重視し、様々な教科書の発行に従事している。後に、遠征外が皇帝即位をもくろむと、両帝長、蔡、津原と共に、藩遠闘争である、五国戦争を支持した。遠征外死後の1916年7月、藩元連は、断基水内閣の教育総長に再任された。 翌年1月には内務総長を兼任代理している。府院の争いでは団を支持して霊元広氏と対立し、対ドイツ参戦問題では参戦支持を主張している。しかし6月、藩は団の命により議会を襲撃した公民団の説得に赴いたものの失敗したため、責任を取る形で休職する。上空復癖の解決後に復帰したが、11月に、 自職し、欧州へ教育視察に赴いた。1920年の安直戦争後も、半元連は、雲法内閣の教育総長として起用され、義務教育の整備に取り組んだ。翌年12月に教育総長を自職し、欧米各国の教育視察に再び赴く。1923年7月に帰国し、北京市範大学校長に就任して、教育者養成事業に取り組んだ。 翌年9月に校長を辞したものの中華教育基金会会長等を務め引き続き教育事業に携わった。1927年12月23日、天津にて病没。去年54。ありがとうございます。